もしもーし。もしもーし。あ、お疲れ様です。今日、牛の国、今日、鳥かくれんぼ。今日でしたっけ？明日ですね。明日ですよね。うん。いや、もうやるんですか？ 2 時ですよ、明日の。あと2時間半ですよ。2時間、あ、開けて、今日の、あれですか？このまま2時間半後？ああ、了解です、了解です。あれ、アメリカ人来るんですか？いや、わかんない。そっちでやってよ、それ。あ、俺ら任せな感じ。もちろん全部ぶん投げなんで。ちょっと待ってください。僕、忘れてて、一人かくれんぼ忘れてたんですけど、何なんですか？忘れてたとかじゃないじゃん、それは。一人かくれんぼの。困るんだよ、そういうのやられちゃう。だってさ、鮫島さんもさ、いや、だってとかじゃないよ。こっちはスタンバってんだ、いろいろ。スタンバってないでしょ。昨日人殺そうとしてたでしょ。してねえわ。包丁持って人殺そうとしてるでしょ、包丁持って。人殺そうとはしてないわ。してない、大丈夫。正当防衛。32年間1回もないわ、人殺そうとしたことは。また。何言ってんだよ、お前。2時間半ですよ。2時間半後やるんすか？そうですよ。だってちょっと一人かくれんぼ検索しますね。検索しますね、じゃない。時間あったんだからさ。一人かくれんぼ。そんなんやられたら困るんですよ、こっちは。鮫島さん。いいんだよ、別に和藤さんの代わりなんかいくらでもいるから。またそういうこと言うから。いいんだよ。そういうこと言うから、また。いや、別にいいんだよ。それやりたいっていう人いるんだから。まあね。別に。あ、うん、いるんだよ。いいんだよ、別にそんなの。そんなね、そっちがそんなね、しかめっ面で、ね、イライラなんて言うんだったら、こっちだって考えようだから。言ってないでしょ。カズマさん。うん。ちょっと待って、高齢術って書いてあるよ、こっくりさんと一緒で。これやばいよ。なんでもいいんだよ。やればいいんだよ。呪われりゃいいんだよ。呪われるところが見たいでしょ？もちろん当たり前だよ。用意するもの。だから結果残してよ。うん。今回は面白一人かくれんぼだからね。何面白一人かくれんぼ？ちょっと。面白。うん。うん。手足があるぬいぐるみ。ぬいぐるみを詰めて用意できる程度のお米。うん、そう。爪切り、赤い糸。あと、自分の体とか、体の一部。何体？あ、爪。指でいきましょう、指で。はいはい。指はダメでしょ。大丈夫でしょ、別に。指は必要でしょ。刃物。そっか。じゃあ、歯でいいや、歯で。歯はダメだよ。うなちゃんマンじゃないんだから。まあ、爪かなんか切って、で、面白い、一人かくれんぼなんで、結果残してください。夜中の3時って書いてありますよ。だから2時ぐらいに準備しないとダメでしょ。あ、2時から準備すればいいのか。いや、もう2時にはもうやっときましょう。これ呪われたらどうするんですか？そしたらお払い配信すればいいじゃないですか。あ、別企画でね。適当に別企画で。ちょっと待って。大丈夫ですよ。怖い。何？ぬいぐるみ。怖くないですよ。ちょっと書いてあるのが、ぬいぐるみを風呂桶に入れて、最初の鬼は私と言って、ぬいぐるみに包丁を突き立てるだって。そういうことです。これマジでやる？それもちゃんと映してくださいよ、画角で。俺一人でやんの？これを。当たり前じゃないですか。もうアメリカ人のあなたが用意しなかったんだから。マジで？今から2時間とかでできるんですか？アメリカ人呼べるんですか？いや、まあ、わかんないけど、電話してみますか。1週間くらい時間あって、やんなかったら、そっちでしょ？そうですね。ほんならさ、いや、別に代わりはいるんだよ。代わり誰がやるの？代わり。もし。いや、そんなん別にまた後日になって、またキャスティングとかやって、構成とかやるから、別にいいんだよ、もう、和藤さん食っても。いや。それでいや、その代わり、牛の国参りやるからね、和道さんの。やだよ。そっちの方が怖いじゃん。やだよ。配信外でやっちゃうよ。配信外でやんの？うちすぐそばに神社あんだから。あ、そうなんだ。本当だよ。これだって、水槽がないとできないから、水槽っていうか浴槽。お風呂でいいですよ、風呂桶で。風呂桶でいいの？大丈夫ですよ。似たようなもんじゃないですか。これ、鮫島企画ってタイトルに入れていいんですか？鮫島企画。入れていいっす。面白一人かくれんぼってタイトルに入れて。面白一人かくれんぼ。なんでハードル上げるんですか？いや、上げてませんよ。なんで面白い要素なかったでしょ？呪われれば。いや、面白くするんですよ、和道さんが。俺だって。誰が面白くするの？配信会で一番面白くない男って言われてんだよ、俺。だから、ここで、その名誉挽回で、ね、おめえ返上しないと。和藤さんもこのままじゃ1万人で雇って5年ぐらいかかるよ。5年ぐらいかかるよね、本当にね。かかっちゃうよ。だから、とりあえず、面白一人かくれんぼ。やりましょう。わかりました。で、ふわっちはお風呂場つっちゃいけないんで。え？風呂場もダメなの？ダメです、NG です。バンです。え、お風呂を映しただけでバンなの？バンです、バンです。あ、一応これ言っといた方がいいね。マジで？え、じゃあ。だったらもう、適当になんかバケツかなんか。バケツじゃなくてなんか、ビニール袋でいいんじゃないですか？ビニールで。ビニール袋に水ビタビタにすんの？その方がいいと思います。あれでいいんじゃないですか？洗面台。あ、洗面台いいかもしれない。いいっすね、いいっすね。じゃあ洗面台でやります。で、面白い一人かくれんぼ。やってくださいよ、ぜひ。わかりました。2時からじゃあやるんですか、あなた。いやいや、やりますよ。やりますよ。やらなかったら家行きますよ、今日。やめて、包丁持ってくるんでしょ？ロアコさんと行きますから。余計怖いわ。そっちの方が呪いでしょ。ピカチュウの着ぐるみ着せていきますから。怖い怖い怖い。一応大体企画があるんですよ。ロアコピカチュウの、一人遊びっていう。そっちの方が怖いでしょ。和道さんをおもちゃにして遊ばせるっていう企画もあるんで。めちゃめちゃ怖いな。とりあえず、あと2時間ですよ。大丈夫ですか？人形、なんか手足のあるぬいぐるみって、どうしよう。まあ、なんか用意します。スライムでいいんじゃないですか、その辺は。スライム、手足ないですけど、思いっきり。まあ、大丈夫じゃないですかね。大丈夫、大丈夫。だって、面白い一人かくれんぼなんで。ああ、了解です。で、赤い糸とか、赤い糸が必要なんで。赤い糸ないよ、俺。じゃあ、髪の毛でいきましょう。髪の毛で余計怖いな。いや、怖くした方がいいじゃないですか、別にガチなんで。そうっすよね。はい、ガチであってほしいんで。了解です。はい。じゃあ、2時から頑張ります。よろしくお願いしますよ。はい、頑張ります、社長。あなたにかかってるんですから、鮫島企画の今後は。そうですね。わかりました。結果残してください。はい、了解です。はい。はい。失礼します。失礼します。マジかよ。なんで俺一人で怪奇現象とかやんの？ろうそくは一応用意してあるから。なんで俺だけ放置なんだろうね。え、ちょっと待って。なんか、ルールを読み上げるね。一人かくれんぼ、ウィキペディア見ます。元は関西地方や、ちょっと待って、音楽変えようか。ちょっと待ってね。音楽変えまーす。皆さんこんばんは。ということで、鮫島企画第1弾ですね。鮫島企画第1弾。一人かくれんぼです。一人かくれんぼとは、日本近代の怪談の一つである。もしくは都市伝説である。一人鬼ごっことも呼ばれている。元は、関西地方や四国地方でこっくりさんと共によく知られた遊びであったと言われるが、ある大学のサークルが都市伝説のように広まり方を研究するため、意図的にこうした話を世に流布したという説もあります。こっくりさんと同様に一種の降霊術とされ、自分自身を呪うという説もあると。怖いよね。2006年、平成18年4月頃、大型掲示板2チャンネルのオカルト超常現象に詳細が、紹介され、さらにこれを実行したことで様々な怪奇現象に遭遇したといった、体験談が書き込まれている。それを見た読者が次々に検証を試み、その結果をネットで紹介したことによって一般にも広く知られることになったと。で、用意するもの。手足があるぬいぐるみ。ぬいぐるみに詰めることができる程度のお米。爪切り。爪切りあるね。縫い針と赤い糸、包丁、カッターナイフなどの刃物。鋭利なもの。まあ、これは包丁かカッターナイフでいいですね。コップ1杯程度の塩水。これもあるね。全部、糸とぬいぐるみを用意できればいい感じですね。うん。糸とぬいぐるみが。で、進行方法。下準備として、ぬいぐるみに名前を付けます。詰め物をすべて出して、代わりにお米と自分の爪を切って入れて、縫い合わせると。あ、和道さん。もしもし、はい。来月、横浜に引っ越す企画も、今作ったんで、急遽。どういうことですか？はい。ほら、近くないと僕も、ほら、そういうことに対して協力できないんで、はい。横浜に引っ越しましょう。僕がですか？そうです。僕、ステコロ終わったら旅に出るんで。ああ、旅に出るけど、はい。引っ越そう。引っ越そうじゃなくて、で、お金かかるでしょ、引っ越し。いや、それはかかりますよ。それは自分で持ってくださいよ。あのさ、電波少年の T プロデューサーじゃないんだから。いや、でも今思いついたんですよ。今オカリナと話してて、はいはいはい。いや、近くないからね。あ、じゃあワド引っ越しさせようと。いやいや、勘弁してください。鮫島さんが新宿来るならまだわかりますけど、なんで僕が横浜になるんですか。まあまあ、行けなくはないんですけど、僕ね、はい、別に。そんなに遠くないでしょ、横浜と。そんな遠くない。ね、うん。言うほどではない。なんで、もっと面白おかしくいじり倒そうとしてるんですか？いや、だから、和道さん。はい。僕が和道さんを、もう、プロデュース。もう、ほんと一人前にしますから。大丈夫。僕の言った通りにしてれば大丈夫ですから。大丈夫ですか？はい。私じゃないか。ロハコさんも新宿だっけ？ロハコさんは、じゃあ、江戸川橋ですよ。江戸川か。はい。結構遠いですよ。うん。あな。はい。まあ、とりあえず、和道さんとロハコさんがルームシェアすると。面白そうだな、それ。それ面白そうですね。準備はできそうですか ?2 時までに。まあ、2時半ぐらいまでに間に合えば。とりあえず今からドン・キホーテ外配信で行って、ぬいぐるみと赤い糸を買えば全部用意できるんで、物は。あとお米と、はい。お米あるのか？お米ありますね。あといるものは、塩水がいるらしいですよ。あ、大丈夫です。塩水も。あと、あ、大丈夫ですか？あと包丁もあるんで。ああ、はいはいはい。ただですね、1個だけちょっと不安なことが、ありまして、なんでしょう、なんでしょう。僕、深爪なんですよ。はい。で、昨日、じゃあ髪の毛でいきましょう。切ったばっかりなんで、爪が一緒。髪の毛大丈夫ですか？大丈夫です。あ、はい。爪がなかった。僕が見守ってますんで、もう、最悪スタンバってきますんで、新宿まで行くんで。え、今から来るんですか？いや、何かがあったとき。あ、俺が、なんか、ぬいぐるみ刺されそうに。っていうときは、僕に LINE、ワンコールしてください。はいはい、わかりました。1時間半後に行くんで、まあ1時間半粘ってください。間に合わないでしょ。俺、これ。いや、まあ、でも、頑張っても1時間ぐらいになっちゃうんで、はいはい。どう頑張っても。で、今、車調子めっちゃ悪いんで、はい。もしかしたら途中でエンストしちゃったりしたらもう、それもうごめんなさいで。はい、わかりました。殺されないようにじゃあ1時間か2時間粘ればいいんですよ。とりあえずだからもう、コンセプトとしては面白ですからね、この、動きは。だから、もうハードル上げるの悪い癖ですよ、本当に。いやいや、和道さんだといけますって余裕で。いやもう本当に、ハードルを上げるの本当悪い癖。一応ツイッターで告知もしときますんで。いやいや、広めなくていいから。広めなくていいから。僕の5700人ぐらいのフォロワーに対して告知しときます。一応プレッシャーもかけとかないと。いやもう、閲覧いいから。大丈夫です。もう期待しといてください。了解ですか？とりあえずだから、はい、まあ面白一人かくれんぼで。わかりました、頑張ります。面白おかしくやっちゃってください。了解です。はい。うん、じゃあ頑張ります。はい、うん。雑だな面白くしろって雑でしょ、本当に。もっとあるでしょ、いろいろ。はい。じゃあ続き読み上げていきます。鮫島企画プレゼンツ、面白一人かくれんぼ。ですね、進行方法ですね。まあ、先ほど用意したものですね。下準備として、ぬいぐるみに名前を付けます。詰め物をすべて出すと、綿を出して、代わりにお米と自分の爪を切って入れて縫い合わせる。赤い糸で縫い合わせると。余った糸はある程度ぬいぐるみに巻きつけて、結ぶと。中に入れるお米はぬいぐるみの内臓を、赤い糸は血管を表しているとも言う。なるほど。隠れ場所を決めておき、そこに塩水を用意しておく。ほう。隠れ場所を決めておき、そこに塩水。ちょっと怖い。縫い糸もないから買いに行かないと。午後3時になったら以下の順に行動をする。以下自分の名前〇〇、ぬいぐるみの名前を三角三角とすると。ぬいぐるみに対して、最初の鬼は和道だから、と3回言います。ぬいぐるみに対して、最初の鬼は和道だから、と3回言うと。で、洗面台に行き、水を張った、風呂桶。まあ、これ洗面台で代用します。洗面台でぬいぐるみを入れます。要は漬け込むんですね。怖いなぁ。第2。家中の照明をすべて消して、テレビだけつけると。これはモニターで代用します。怖い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 。家中の照明をすべて消して、テレビだけ、まあパソコンのモニターだけをつけて、目をつぶって10秒数えると。刃物を持って行き、風呂場に行き、人形の名前ですね。人形の名前見つけたと言って、突き刺します。次は、人形が鬼だから、または次は人形が鬼と言い、自分は塩水のある隠れ場所に隠れる。終わりこれ。まあ別の説ですね。ぬいぐるみは風呂桶でなく浴槽に入れる。または洗面台でもかとも言う。洗面台で OK みたいですね。ルール上では。塩水は前もって隠れ場所に準備するのではなく、ぬいぐるみを見つけて、次は〇〇が鬼と言った後、塩水を持ちながら隠れ場所に行くと。はいはいはい。ぬいぐるみを刺した直後、次は〇〇などと言わずすぐに逃げ、塩水を用意した場所に隠れると。怖ー。終了方法。塩水を少し口に含んでから出て、ぬいぐるみを探して、コップの残りの塩水を含んだ塩水の順にかけ、私の勝ちと3回宣言して終了となる。どういうこと？塩水を口に含んでから出て、ぬいぐるみを探して、コップの残り水、口に含んだ塩水、の順にかけ、3回した。必ずこの手順によって1、2時間、または2時間以内に終了させないといけないと。ほう。また、ちょっと鮫島さん、しつこいな。段取り考えてよ。生主でしょ？段取りがあるでしょ。どんだけ出たがりなのよ。あ、もしもし。もしもし。すみません。鮫島企画の鮫島です。あ、どうも。あ、お世話になってますよ、加藤さん。加藤さん、急遽企画変更で、はい。屋外で一人かくれもやりましょう。僕、車出すんで。屋外？で、今ちょっとチャンピンも協力してくれるってことで。なんで屋外？やだよ！絶対、やだよ！ちょっと待って、絶対心霊スポットでやろうとしてるでしょ。いや、それはもちろん、それは。やだよ！こっちの、でっこり心霊スポット行きますよ。いやいや、もう勘弁してよ。和藤さん、ワンルームで一人かくれもやっても、滑りますよ。いや、滑りますよじゃなくて、なんで怖いのに怖いの重ねんの？俺ばっかりじゃん、怖い思いすんの。和藤さん、ここはね、ワンルームでそんな狭い場所で、一人かくれすぐ見つかるし、もしね、本当にぬいぐるみが動いたとして、5分で終わりますよ。5分で終わりますよって、いやーもう、なんで俺ばっかり怖い。大丈夫です。僕、車もお金も出したんで。いやもう。遊びましょうよ、たまには。いや、まあ、わかりました。ね、いやもう。時間ないっすよ、だって。何がですか？ 2 時まで、3時には結婚しないといけないから。大丈夫です。だから今から迎えに行くんで。わかりました。で、まあ、とりあえず、そしたら、まあ、もしかしたらアメリカ人も。わかりました。じゃあ、懐中電灯とか全部用意しておきます。僕も用意してあるんで、はい、一応用意して、はい、まあ、バッテリーとかと。はい、全部用意しておきます。あとはまあ、はい、一応、まあ、用意できたら、数珠とか用意しといた方が。もう。いやもう、急遽もう、企画、まあ、やっぱ、ワンルームでやったってつまんねえなと。やるの俺なんでしょ？一人かくれ。まあもちろんそうですよ。みんな見てるだけっつうか、あれ。いや、見てるだけっていうか、我々は笑ってるっていうか、それを見て。いや、もしなんかあったら助けてくださいよ、絶対。当たり前じゃないですか。鮫島企画のあなたはホープなん、もうね、言っちゃえば、新生なんですから。お願いします。あなた期待の新人なんですから。はい。じゃあ絶対助けてくださいよ。いや、当たり前じゃないですか。あなた、何言ってるんですか。信用してくださいよ。じゃあ、待ってます。はい。いや、本当に。まあ、とりあえずもう、まあ、12日ぐらいには家出るんで。了解です。まあ、とりあえず、はい。まあ、ぬいぐるみはじゃあ、ドンキホーテで買う感じでいいですか？じゃあ、合流してからでいいですよ。了解です。じゃあ、待ってます。だから、住所 LINE に送っといてください。了解です。わかりました。そしたら、ナビに入れて、ポッポッポッって入れて、ピッピッピッっていくんで。わかりました。はい。で、チャッチャッチャってやるんで。はい。アメリカ人は誘ってくるんですか？今、一応、チャンピンが誘ってくれてますけど。はい。なんか、こうやと、ココロちゃんAV 女優の、が一緒にいるみたいですよ。いやー、さすがにこうやは嫌だかな。ですよね。でもまあ、荒野が来たいって言うならば、はい。まあ別に、まあ荒野にもやらしちゃおうかなと。じゃあ、その辺、わかりました。連絡取れます和藤さん。俺、荒野取れますよ。アメリカ人の。まあとりあえず、まあ、チャンピンにも確認してみますんで。了解です。僕はじゃあ、荒野、山に置いてきちゃうんで、まあ僕だったら絶対置いてきちゃうんで。待ってるだけでいいんですか？僕は誰とも連絡取らなくていいんですか？とりあえず、アメリカ人に連絡してもらいます。わかりました。はい。はい、失礼します。なんで心霊スポットなんだよ。なんでよ。もう超嫌なんだけど。はい、アメリカ人、はい。今日心霊スポットでやるってよ。一人かくれんぼ。鮫島さん今新宿向かってるって。え、どこ行くの？和道さんも行くの？いや、俺じゃないと、なんかもう、嫌だっつうか、なんか、お前がやれみたいな。お前以外誰がやんだみたいな。代わりなんかいくらでもいるんだぞ、みたいな。ちなみにここに、アムチンとコウヤとココロちゃんいますけど。いや、だから、それで、言ったのよ、鮫島さんに、アムチンとか、ココロちゃんとかみんないるよって言ったら、はい。そしたら、いや、来たいんだったら、まあ、その辺聞いてみて、みたいなノリだったの。で、今から、青山も来るらしいよ。青山が来るらしいけど、鮫島さんと心霊スポット行く手を挙げて。ノリ悪いね、アムチン。せっかく京都今日来たのに。ノリ悪いですよね、和道さん。いや、別にアムチンとか、名前、なんかリスナーさんでしょ？なんかリスナーさんはいらないから。あ、アムチンはリスナーさんでしょって言われたよね。リスナーさんですか？配信者ですよね。リスナーさんはいい。出しゃばらなくて。配信してます。一応してます。あ、してるの？過疎生主でしょ。過疎生主です。ちょっと変わりますね。過疎生主が来ると盛り下がるから。あ、どうも。お久しぶりです。あ、リスナーさんですか？あ、いや、一応生放送の方。あ、ごめんなさい。ちょっと、リスナーさんは引っ込んでてもらえますか？今、鮫島さんの、やってんですけども。鮫島さんの企画があって、こうやと、こころちゃんと、まあ、てるちゃんぴんと俺と鮫島とアメリカ人でやるっていう。アムチンとかいう過疎なもの知らないんだよ、僕。っていうか、車に乗るんですか、そもそも。車で移動するって言ってたよ。車だから、人数乗ります？いや、だから、鮫島さんと、てるちゃんぴんの車の2台で行く。あ、2台でですか？うん。はい。で、一人かくれんぼ。心霊スポットですか？うん。心霊スポットで、ぬいぐるみの綿を出して、で、爪とお米を入れて、水につけて、包丁を突き立てて、鬼ごっこをやるらしい。うわぁ、はい。はい。ちょっとお前面白くないからアメリカ人に代わってくれる？ああ、わかりました。はい。うん。面白くないから変わってしまう。あ、じゃあ、アムチンと、こうやが多分青山とダメなんですよ。え、何？青山とこうやが今仲間悪くて。こうやなんか、だから歌舞伎町でなんか、金梅さんあたりとなんかやらせればいいじゃん。なんか。あ、そう。そう、金梅さんとかヒカルくんのところ行けって言えばいいんだよ。アムチンとじゃあ、こころちゃん連れて行きます。うん、待ってる。え、どうしたらいいですか？私。知らん。そうですよ。鮫島さんと連絡取ったことないのにどうしたらいいの？青山と取ればいいの？青山と取ればいい？拾ってくれって。あ、わかりました。OK です。了解です。じゃあ頑張りましょう。はい。なんかみんなもう思いつきで喋りすぎでしょ、いくらなんでも。ちょっともう一回仕切り直します。はい、皆さん、和どつです。2017年5月の26日。23時52分。だからもう段取り踏めろ。なんだよ。もしもし。あ、ごめんなさい、鮫島企画の鮫島です。あ、社長どうも。ですね、どうなりました？なんか、はい、車がないみたいなこと言ってますね。あ、車は7人乗れるんで。あ、大丈夫ですか？わざわざトランク乗れるんで大丈夫ですよ。なんかアムチンとアメリカ人とココロちゃん。はいがいるって。大丈夫です、大丈夫です。全然大丈夫ですよ。で、なんか、てるちゃんぴんが来るんだったら、こうやと多分喧嘩になるからやめた方がいい。あ、こうやは NG でお願いします、ちょっと。あ、NG で進めました。やっぱそういうこと考えたら、はい、協力してくれれば全然いいんですけど。そうですね。まあね、そういう協調性がちょっとできない。まあ、チャンピンは僕にとっての部下なので。あ、そうなんですね。いや、守らないといけないんで。了解です。やっぱまあそこはちょっとまあ、ごねるようだったらばぶっ飛ばします。了解です。青山も車で来るんですか？はい、青山は多分、ちょっと、まあ多分、和道さんの家で集合の方がいいのかな。じゃあ僕も。和道さんちって歌舞伎町近いの？歌舞伎町そんな遠くないですよ。車だったら5分ぐらいです。そしたら、じゃあ、うん、どうしよう。和道さん拾ってからアムチンたち拾った方がいいのかな。あ、それを話し合わないと思ったんですよ。だから、とりあえずじゃあ僕、単品に電話して、はい、和道さん家に向かうように言います。あ、了解です。で、和道さん家に車止めて、多分僕の車だけで大丈夫なんで。いや、だって人数多いですよ、僕。7人乗れるんですよ、僕。ちょっと待って、鮫島さん、オカリナさん、僕、はい、椅子出せるんで、椅子後ろに2人乗りが出せるんで。テルチャンピン。あ、ちょうどいいか。はい、あ、いけますね、1人で。前に3、2って言って乗れるんで、で、トランクに1人乗れるんで。そうですね。和道さん1人トランク。いけますね、7人乗りだったら。余裕ですね。はい。あと、まあ、最悪屋根も空いてるんで。屋根？いや、屋根です。はあ。まあ最悪です、最悪。はい、わかりました。まあ、荒野が乗るスペースはないんですよ。ないですね。どうやってもないんですよ。了解です。もちろん現地集合だったらいいですけど、全然。いや、だって現地行って僕足ないですもん。でも、荒野連れてくってことできないでしょ？あ、荒野は来ない。アメリカ人も来させないって言ってましたよ。荒野が来るってことできないでしょ？それは。うん、喧嘩見て。そうですね。あいつがね、協力してくれるって言うんだったら、はい、俺が頭下げるけど、無理だもん。酒飲んで。そうですよね。態度じゃ。俺が切れるもん。はい。はい。じゃあ、まあ、とりあえず、チャンピンに出まして、まあ、新宿、和道さんの家に。了解です。じゃあ、僕、LINE で送るんで。はい。じゃあ、住所送っといてください。了解です。切り方雑。切り方雑か。いやー、まあいいけど。全然やるけど。うん。で、どこまで行ったっけ？じゃあ、続きいきますよ。準備いいですか、皆さん。一人かくれんぼという企画をやります。怖いなぁ。一人かくれんぼ。国士さん、こんばんは。こんばんは。用意するものはやったでしょ？で、終了方法も話したよね。各メディアによる体験談では、隠れてる間に奇妙な音がする。ぬいぐるみを探しに行くと、本来の場所とは違う場所にいる。テレビに妙な画面が映る。など、心霊現象に遭遇するという報告が多く寄せられてる。ということです。はい。嫌じゃないこういうの。人形にお米と、とりあえずお米を用意するか、じゃあ。お米を袋に入れて。バーベキューありがとう。アイテムありがとう。みんなはこれ見たくないでしょ？みんなは見たいの？嫌じゃない？すげえ嫌なんだけど、俺。すげえ嫌なんだけど。怖っ。マジかよ。アイテムラッシュありがとう。アイテムたくさんありがとね。アイテムありがとう、みんな。ありがとう。見たいのかよ。見たいのかよ。本当はダメだよね。こういうのね。マジか。じゃあやるか。とりあえず用意するもんは、爪切りと、糸だよな。糸。なんか嫌な予感するよね。糸。赤い糸で縫わないといけないんだって。そのルールもよくわかんねえよな、ちょっとな。いや、今夜、夜中の3時ちょうどに決行だから、あと3時間後にやるっていう。だから、ぬいぐるみと赤い糸と針を用意すればいいだけだ。お米はあるから。ぬいぐるみの綿を抜く時点でちょっと怖いよね。やだなぁ、なんか。怖え。なんかあったら頼むよ。そのまま、もしかしたらロハコさんの家に行ってお祓い企画に変わるかもしんないわ。超怖えよ。カッターナイフも用意しないといけないのか。やだな。まあ、ということで3時からの放送、皆さん楽しみにしててください。そうだね、小さめのぬいぐるみでもね、チャッキーも強えかんな。まあ、ということで、皆さん楽しみにしていてください。3時からやります。別の霊呼び出しそうだよね。なんか俺さ、霊感ないけどこういうの嫌なんだよ。っていうのもさ、みんな俺の心霊現象の動画見たことある？ちょっと怖いけど見せようか。俺ね、ロハコさんとなんで仲良くなったのかって、もともとロハコさんって生主デビューする前、俺のリスナーさんだったの。知らない人多いんだけど、だから仲いいのね。で、ロハコさんがなんで俺の放送をよく見るかっていう理由があって、俺が霊を呼びやすいらしいのよ。俺がすごい霊を呼びやすい体質らしくて、で、ロハコさん霊能力者だから、面白がって見てたんだって。ちょっと、じゃあ例を見せますね。俺の放送、やたら心霊現象起こるのよ。やたら起こるの。それの例を出します。これ、結構有名な動画なんで、知ってる人は知ってると思うんですけど、これが、ツイッターで3日間で10万再生いきました。500リツイート。500リツイート10万再生いった動画ね。ちょっと見てて。いくよ。準備いい？準備よかったら手挙げて。見たくない人はちょっと、1分ぐらい、画面見ないでください。OK だったら手挙げて。そうなんだよ。で、のんちゃんも実は霊能力あって、のんちゃんもそれきっかけで俺の放送を見てたのよ。これ、有名な動画だよ。OK? いくよ。金庫のピーちゃんだね。全部間違ってるわ。文鳥の釈迦だわ。っていうようなね、こういうことが多々起こるのよ。こういうことが多々起こるんですよ。だから俺は嫌なの、正直言うと。俺嫌なのよ。もうなんか、よくわかんない現象が放送中によく起こって、怖いでしょ？嫌なんだよ、俺は。うん。寒気するでしょ。うん。そうそうそう。だから俺は正直言うと、こういう企画あんまりやりたくないの。俺自身は別に怖くないんだけど。怖かったでしょ？俺10万再生いったからね、3日間で。うん、やだなぁ。だこの前もロハコさんと心霊スポット行ったじゃん。ロハコさんとの心霊写真になってたんだよ。ロハコさんと富士の樹海に行ったの。そしたら心霊現象起こってたよ。見る？ちょっと待って。ロハコさんと写真撮ってきたら、心霊写真写ってたから。そう。俺が霊感はないんだけど、呼び寄せ安い体質なんだって。これ、ほら、有名な看板じゃん。これ、写真を撮ってきたのよ。富士の樹海に行って。これ富士の樹海でしょ？富士吉田警察署って書いてあるから。で、命は親からいただいた大切なものって、これ有名な看板なのよ。で、ちょっと俺気になったのが、ロハコさんの耳のところ見て、ロハコさんの耳のところになんか映ってるのわかる？なんか映ってるじゃん。それを拡大したやつ今度出すね。拡大したら、あれなんで画像出ない？画像出てる？あれなんで画像出ないの？ん？画像出てる？あれ出てないよね。ちょっと待って。あれなんだ？あれ？ちょっと待って。ちょっと待ってね。あれなんで表示されないんだ？そしたら、これさっきの写真を拡大したやつなんだけど、思いっきり映りまくってんのわかる？いや、怖いでしょ。気持ち悪いんだよ。俺、こういうのすごい嫌なんだよ。うん。こうやって写真に写り込んだりとか、よく怖いでしょ。よくあるの、俺の放送って。俺は気づかないんだけど、リスナーさんがこうやって送ってきてくれるのよ。だから俺嫌なのよ、正直。うん。俺は苦手なの、正直。こういう企画自体が。気持ち悪いでしょ？こういうのがよくあるの。光じゃないと思うよ。うん。サノヤンお疲れっす。うん。何も見えなかった？うん。今の写真、俺のツイッターに上がってるから。うん。いやー。あと、やたらね、その、心霊スポットに泊まらされたりとかするの。女の人なのかな？そう。しょっちゅうだよ。俺と一緒にいるの、心霊現象起こんの。俺自身はだから、霊はいないと思ってんのよ。だけど、その、後から、その、映ってたよって報告があるから嫌なの。いや、心霊写真じゃないの？うん。リスナーさんが送ってきてくれんの。丸つけて。いや、嫌なんだよ、俺は。後味悪いから、いつも。いつも後で後悔すんの。また映ったとか。だから一番ひどかった時、このポスターが目動いたんだよ。それみんな見たことある？このポスターが瞬きしたこともあったんだよ。このジョーカーのポスターが瞬きしたの。これもあったよね。覚えてる人いる？このポスター瞬きしたの。ありえないじゃん。放送中にだよ。怖いんだよ。嫌なんだよ、俺。あったよね。瞬きしたよね。超騒ぎになったよね。ギャーだよ。ほんとだよ、これ。うん、俺が普通に雑談やってて楽しくやってたら、みんなが、うわって、ワゾ逃げろって、ブワーってコメント書いてあって、ニコ生の時なんだけど、ワゾやばい、逃げろっつって。そう。それはね、動画残ってないと思う。多分。うん。YouTube に動画あったけど。いや、ほんとみんなギャーって言ってたよ。やばいっつって。YouTube で見た？タカさん。うん。うん。結構、そうなんだよ。結構だから怒るの、そういうこと。それ残ってんのかな？わかんないけど。うん。いろんなのが起こんの。いやー、もう嫌なんだよ。じゃあ、普通に心霊配信、ない状態でそうなるのよ。心霊配信じゃなくて普通の雑談でそうなってたの。うん、顔が映ってるとか、うん、ねえ、嘘じゃないよね、俺が言ってんのね。へえ、やだな。いや、まあいいけど、俺はいいけど、結構有名だよ。なんか取り憑かれ系配信者。しょっちゅう心霊現象起こるっていう。ああ、参ったな。うん、俺の YouTube チャンネル見に行ったらさっきの動画あるよ、うん、さっきの動画見たい人は YouTube 見に行ったらあるよ、残ってる。あ、そうなんだ。みゆちゃんもそうなんだ。でも本人気づかないんだよ、霊感ないから、うん、画面右上どこ？だから霊感ある人はこの部屋にうじゃうじゃいるっていう。うん、いや、もう怖いの苦手な人はやめた方がいいと思う、今日の放送は。うん、今日の放送はやめた方がいいと思うよ。ああ、そうなんだ。俺もなんか鳥肌だったりとか、なんか嫌な予感するなっていうのぐらいはわかる。なんかあれなんか変な鳥肌立つとか嫌な予感するぐらいはあるんだけど、見えるとか子供の頃の時しかなかった。子供の頃はむしろ幽霊見えるのが普通だと思ってたのよ、俺は。いやー。他にもいっぱいあるよ、心霊写真。一番すごいのだと、どでかいオーブが写ったりとかある。で、ロハコさんにすごい、これはいいオーブだよって。大切に誰にも見せちゃダメっつって、こんなでっかいオーブが映ったことある。青いオーブかな。で、それは、すごいいい霊がついてるから、この写真は大事にお守りにしなさいって言われた。すごいでかいの。綺麗なオーブが。写真に写ってて。青は珍しくて、赤はダメなんだっけな。赤か黒はダメとかなんか教えてもらったけど、あんま覚えてない。っていうか、ロハコさんも誘わない？鮫島さんにロハコさん誘うか聞いてみようか。ちょっと社長に電話するわ。ちょっと、霊能力者必要だから。出ないな。はい。社長お疲れ様です。はいはい、お疲れ様です。ちょっと考えたんですけど、はい。やっぱり本当に万が一取り憑かれたら霊能力者必要だと思いません？まあまあ、いいこと言いますね。もし、やっぱ企画として会社の方向性に関わるんで。はい。で、僕知り合いに霊能力者いるんですよ。はいはいはい。ぜひ紹介していただきたい。ちょっと電話して今日呼んでもいいですか？あ、ぜひぜひ、もし来れるもんだったらば。あ、了解です。ただうち、はい。低予算なんでしょ、お金は払えませんよ。ギャラはね、迎えに行くことってできます？途中で拾うみたいな。で、送り届け。どこら辺までですか？はい。江戸川です。どこら辺までですか？江戸川区ですね。あ、じゃあ、江戸川。全然僕、土地勘がないんで。僕の家から車で20分ぐらいですね。20分。うん。あ、もう全然いいですよ。俺はもう構わないですよ。じゃあちょっと霊能力者の方呼んでおきます。あ、じゃあそしたら、はい。まあ、和道さん家向かっちゃうんで、今。はい。了解です。で、荒野は呼ばないんで、絶対。了解です。わかりました。うん。じゃあ和道さん家行ってから、はい。ちょっと、まあ、とりあえずそういうことで。うん。そういうことで。了解です。はい。失礼します。よし。じゃあちょっと霊能力者の方を電話してみましょう。あれ出ない？寝てるかな？寝てるかな？出ないな。出ないな。うん。出ないね。ロハコさん来ないな。うん。ロハコさん電話出ねえわ。いや、俺知らない、タカさん、それ。ありがとね。うん。知らない。全然わかんない。嫌な予感するよね、なんかね。やだなぁ。ちょっとライトのセッティングするか、じゃあ。照明。ライト電池切れてるから、これ。つかないもん。いや、荒野はね、その場を壊すから、場の空気壊すから、みんなに嫌われちゃうんだよ。企画潰しはダメでしょ。荒野空気読めないから。あいつ向きの企画じゃない。アラジオも買うよ。そうそう。江戸川橋に有名な霊能力者いるから。やだなあ。企画ってあれだからね、調和だからね、みんなで作るもんだから、盛り下げ役はいらない。ひとつまみシャに乗せて水で流し込む。あ、そうなんだ。電池入れ替えるわ。そうなんだよね、デリケートな企画とかね。そうそうそう、場を荒らすのはうまいんだけど、結局嫌われちゃうんだよ、それは。だ、俺正直言うと、この前のスパーリングに荒野がいたのも結構 KY だと思ってるからね。真面目に練習したかったの。右でつまむの OK。また後で教えて。何でもかんでも荒らせばいいってもんじゃないからね。いいこと言うね。デリケートな企画に荒野は向いてないっていうのは名言だよ。なんか、前に出すぎるんだよ、荒野は。前に出すぎ。前に出すぎなんだよ。オーラとか、実はね、子供の頃見えて、振動って呼ばれてたの、俺。おじいさんとかが俺に挨拶して拝むぐらい。その、で、魂が見えるのは当たり前だと思ってたわ、子供の頃。ていうか、親父がその霊能力強かったのよ。霊感が強い人と一緒にいると、俺は見えるようになっちゃう人なの。だから子供の頃は普通に見えたよ、俺。それを病院で言ったら、お薬増やしておきますねって言われたけど、先生、僕子供の頃霊が見えたんですって言ったら薬増やされた。信じてくんなかった。そうですね、大変でしたね、お薬増やしておきますよ、大丈夫ですよ。全然話聞いてくんない。薬が増えただけだった。悲しいでしょ。線香と術は持ってないな、俺。信じてもらえないよ、うん、冷たいよ。いや、本当に薬増やされたからね、うん、マジで悲しかったよ。先生に聞かれたから答えたんだよ。自分からアピったわけじゃなくて、子供の頃幽霊見えたりとかしましたかって聞かれたから、いや、子供の頃見えましたよ、先生。で、こうでこうでこうでこういうのが見えたっつったら、あ、そうですか、大変ですね、お薬増やしますねって、なんだそれ。おめえが聞いてきたんだろ。兵隊は怖えな。兵隊はやばいっしょ。まず悲しかったな、あれは。どうした？ライト。これ暗闇の中でも見えるようになるから。すごい優秀なライトだから。これ使えるよ、結構。これ旅配信で買ったやつだから。ほら。これ夜中でもすごい明るいから。ああ、これ、スタンド型。これを外に置くだけで、ピカピカになるから、こうやって三脚になるから、こうやってピカーって、これね、準備 OK ね。これがスタンドで俺を照明で照らすやつで、もう一個でっかい懐中電灯もあるから。うん、またねー、タカさんありがとう。またねー。やだな。おやすみ、ランラン。おやすみ。おやすみなさい。で、あと何が必要だ？いや、わかんないよ。成仏とか言われても。俺はさっきも言ってるけど、霊なんていないと思ってるから。霊なんていないと思ってるのに映るから嫌なんだ。嫌だと思ってるのに映っちゃう。望んでない。俺は鼻から。どこでやるんだろう。あ、いいよ。ただ、まあ、説明欄にも書いてあるけど、なんだっけ。ふわちから来たみゆですって書かないと承認はしないから。承認しないってことは俺と通話もメールもできないから。メッセージを先に送って。LINE くれる人は。誰が誰だかわかんないんだよ、もう。だから基本的に小手半書いてない人は登録してない、俺は。こんばんは。こんばんは。場所どこでやんだろうな。場所重要だよね、確かに。どこでやるつもりなんだろう。あれ。それだよね。和道さん、見解をお聞きしたいことがあります。はい、何でも僕で答えられることであれば、わからないことはわからないって言います。はい。ゆでたまごさん、バーガーありがとう。バーガーありがとう。わからないことはわかんないよ。答えられることは全然答えられますよ。はい。むしろ質問に答えるのが配信みたいなもんなんでね。全然、何でも協力できることがあれば言ってください。もし悩み相談とか凸でかけたいっていう人がいたら全然かけていいから。ランランありがとう、花火。ありがとう、ランラン。便所さんがドレさんの練習試合で女性入れたじゃないですか。はいは、便所さんが？便所さんがじゃないですね。まず、ドレさんの練習試合に、ココロちゃんを誘ったのは僕です。はい。ワトココロちゃんを誘ったのは僕です。で、ゆうゆうっていう女の子もう一人いたんですけど、それは、あそこの会場をレンタルした東京先輩の奥さんなんです。つまり、ゆうゆうが来たのはスポンサーっていうか、あそこの場を提供した人だからです。はい。だから、便所さんが誘ったわけじゃないです。女性を入れたのは。OK。はい。その上でどうぞ。だから、便所さんが、ドルさんの練習試合で女性入れたわけじゃないですよ。ドレさんの練習試合にワトココロちゃんを誘ったのは僕です。なんでかっていうと、いっぱいいろんな人に、ワトココロちゃん格闘技が大好きなんですよ。プライベートで。で、格闘技のツイッターとかをよくやってたから、もしよかったら放送を盛り上げてほしいし、みんなで閲覧稼ぎたいから盛り上げてくんないって言って、応援しに来てくれないって僕がお願いしました。はい。いろんな人が関わった方が、楽しいと思ったから。それにダメ出しをしたのが便所さんね。うん。神聖な場とか練習の真面目な場に女呼ぶんじゃねえよって言ったのが便所さん。正確に言うとね。うん。で、だから次回から呼んでなかったでしょ、俺。次から便所さんが NG 出したから、俺は呼んでないよ。俺はだけどそういうのは、なんか良くないなとは思ってるけど、個人的には。だからまあ俺はね、ただの一選手だし、企画の発案者じゃないから、まあドルさんの方針に従いますよって言ったの。それがダメだと言ったのに、便所さんの合宿と称して女性と一緒の枠を放送するってどういうことなんですか？まあドレさんも怒ってたけど、なんで俺らの時には女の子呼んだらダメって口出しといて、しかも俺らの企画なのに、便所さんいない日なのに、人の放送に口出しといて、なんで自分はそれをやってるんだってドレさんは怒ってたけど、いや、だから、なんだろう。矛盾はしてるよね。うん。よくわからないです、僕は。俺はね、とにかく嫌なのは人の企画に口出すのは嫌いなんですよ。うん、だから、なんだろう。いいんじゃん。別に俺の企画じゃないし。うん、俺だったら、いや、関係なくないっすかって言うけど、うん、練習なんでって、自分の練習放送してるだけなんでとは言うけど、俺の企画じゃないから。うん、俺は良かれと思って、みんなが盛り上がってみんなが楽しかったらいいと思ってる性格だから。そうでしょ。みんながハッピーになったらそれでいいじゃん。リスナーさんが面白かったらそれでいいじゃん。うん、っていうのが俺の考え方で、別に便所さんが女性呼ぼうが何しようが、人の配信に口出そうが、それは便所さんの責任だから。で、それ間違ってるだろうと思っても自分が受け止めることだから、便所さんが。だからいいんじゃん、別に。リスナーの反感買っても、俺の責任じゃないから、それは。うん。気をつけるよ。見守ってね。よろしく。それは便所さん次第でしょ。うん、いや、だから、それはほら、便所さんの品格の問題だから、便所さんが自分でリスナーの信頼を失うだけだから、俺の問題じゃないじゃん。うん。だから、まあいいんだよ、それで。お前人の企画に口出しといてよって、自分で女誘ってるじゃねえかって言われてブーメラン刺さるのは便所さんじゃん。わかんない、どこ行くか。どこ行くか、鮫島さんに任せてる。俺はどう思ったのか？俺はみんな仲良くやればいいのにって思った。別に、捨て頃に関係ない人が捨て頃に興味持つことは便所さんに得だと思ってるのね。じゃないと大きなことってできないの。俺は大きなことが好きなの。何をやるにも。でっかいこと、誰も成し遂げてないことの方がいい。それっていろんな人の力が必要なんだよ。自分一人よがりだと何もできないの。だからいろんな人を巻き込んだ方が面白くなる。だから、俺は大人数で何か一個のことをやろうっていう考え方が好きだね。だから、わとこころちゃんが実際来てくれて盛り上がったから、ゆうゆうが来て、格闘技には興味ないけど、可愛い女の子が映ってるからって言って閲覧が増えたのは事実だと思ってるから。だから実際、わとこころちゃんとか新やっちょが来た回っていうのは閲覧数千あったんだよ。やっちょの枠で数千あったんだけど、前回の金梅さん、要は男だけのメンツだと半分ぐらいに減ったのね。だからまあそうなるよっていう。うん。ただそうなるよっていう感じ、俺は。それは閲覧減るよっていう。うん、ねえ。閲覧減るじゃん。それよりもいろんな人が見に来てくれた方が、俺は盛り上がると思うけど。うん。だから俺はそういうなんかみんなで何かをやろうっていうのが好き。うん。俺はね。おやすみ、ゆで卵、アイテムありがとう。その方が楽しいもん。今日かくれんぼやるよ。うん。鮫島さんが今から家に来る。でも別にだからって弁護さんに対して俺は何か思うっていうわけじゃなくて、別になんか、なんだろうな、人の企画にとやかく言うのって俺は違うと思ってて、うん、そんなに面白いなら自分でやればいいだけだから、うん、自分の企画に対して文句言うのはいいかもしれないけど、こここうすればよかったねとかさ、ここをこうやって変えたらもっと盛り上がったなっていうのはありかもしれないけど、そもそもね、人の企画にケチつけるもんじゃないと思ってる。自分ができないことはね。自分ができることをやればいいんだよ。配信者のプレイヤーなんだから。プレイヤーなんだから。監督じゃない。ドンキ行くよ。うん。合宿はなくなったんだよ、結局。合宿の代わりにやってるのが日曜日のスパーリングなの。俺はドレさんと合宿やろうって言ってたんだけど、ちょっとやっぱ予算的にもタイムスケジュール的にも間に合わないから、だったらレンタルスペースを借りて毎週やろうよっていうのに変わったの。だから日曜日にやってるのがあれが合宿の代わりなのね。うん、本当は合宿やる予定だったんだけどね。今の毎週日曜日やってるスパーリングが合宿だと思ってください。うん。まあだから懇親会で旅行行きたいねとは言ってるけど、試合終わったら嘘。塩水減るのはやべえな。怖っ。勝手に減ったら怖いよね。鮫島さんとアメリカ人とココロちゃんとアムチンと3人でしょ、俺でしょっていう感じかな。こっくりさんもダメなんだよね、本当はね。こっくりさんダメなんだよ。こっくりさんもやる？こっくりさんもやる？アメリカ版のこっくりさんみんな知ってる？イエスかノーのやつ。あれも怖いよ。こっくりさんやってもいいかもしれないよね。プリントアウトしていってもいいよ、別に。アメリカ版のこっくりさんは、イエスとノーが書かれてる紙の上に鉛筆をクロスさせんの。で、こうやって降臨させるんだけど、何々さん、何々さん、何々、お招きくださいだかなんだかっつうと、鉛筆が動くの、こう、ぐーって。で、イエスとかノーとか答えてくれるの。ダウジングに近いね。チャーリーだ、チャーリーだ。なんだっけ。チャーリー、チャーリー。なんだっけ。Are you there だ。そうだ。思い出した。カブニートありがとう。チャーリー、チャーリー、Are you there っていう。チャーリー、チャーリー、Are you there ってずっと言う。そうすると鉛筆がブーって動くの。で、イエスとかノーとかに変わるの。そうだ。チャーリー、チャーリー、Are you there だ。歩みでやったよね。ちょっとバッテリー充電してくるわ。ごめん、ちょっとジュース買ってくるわ。プロテイン飲む用のジュース買ってくる。待ってて。ただいま。大会まであと13日。つい2週間切ったか。やべえな。ちょうど2週間か、大会まで。のぞみさん来ないよ。のぞみさん来ない。ぬいぐるみの名前何がいいかな。ねえ、ゾンさん楽しみだよね。クソ試合だったら笑うよね。あ、あとね、携帯灰皿買ったよ。携帯灰皿なくしちゃったから、旅先で。これにした。かわいいでしょ。これが俺の新しい携帯灰皿。ぬいぐるみの名前何がいいかな。その辺は鮫島さんが決めんじゃないかな。小和道。箱根山にある富山公園も。富山公園って新宿じゃなかったっけ。可愛いでしょ。タバコって書いてある。これバッグにつけておく。旅先でタバコ吸いたいですね。東京都内じゃなかったら外で喫煙できるから。携帯灰皿さえ持ってれば。灰皿かわいいよね。もっと大きいやつ欲しかったんだけど、これしかなかったわ。じゃあ、日課であるプロテインいただきます。まずいんだよな。東急ハンズで買ったね。ユニフォームと一緒に買った。旅配信は、15日から再開しようかなって思ってる。あんまり細かいことは決めてないけど、また北上するよ。北海道行かないと。あと東北の方でまだ回ってないところあるから。東北の方行きます。ああ、海老蔵さん、久しぶりっすね。格闘技のためにオナキンしてるからプロテインのしごき方。俺、オナニー毎日してますよ。海老蔵さん元気ですか？久しぶりだ。すげえ久しぶり。またコラボしたいっすね、久々。だいぶもうな、どれくらい？この、一番最後にあったのいつだっけな。僕はオナキンはしてないです。タバコも吸ってます。今日は心霊企画ですね。おう、のんちゃんいらっしゃい。今から心霊やるよ、のんちゃん。鮫島プレゼンツ一人かくれんぼだって。心霊スポットでやるからっつって、今から拉致られる。なんか赤い糸がないんだよね。赤い糸が必要なんだけど。どうしよう。里見のふわっち見るのにアカウント作ってふわっち見るようになったから和道くんいてこれた。あ、そうだったんですね。もう、ふわっち始めてから僕、どれくらいだろうな。7ヶ月ぐらいですかね。もうふわっち気に入っちゃって、ずーっとふわっちやってますよ。ここが一番居心地いいっすね。うん。結構ふわっち、大手配信者も増えてきていいっすよ。裁縫セットなかった。え、裁縫セット俺の家にあんの？のんちゃん家に置いてあんの？ここに。裁縫セット。のんちゃんの家にあるんじゃないの？もしあるんだったら借りてくけど、針と赤い糸。裁縫セットのんちゃんの家じゃないの？俺の家にあんの？裁縫セット。薬箱の上？薬箱ってどれだ？薬箱ってどれ？どこにあんの？うん。薬箱どこにあるんだろう。赤い箱？どこにあんの？場所。キッチンの横、ちょっと見てくるわ。さすがのんちゃん。針あった。糸は、赤い糸ないわ。白と紺とベージュと黒しかない。赤はなかったわ。でも針はあった。糸買えばいいね。ありがとう。鮫島さん1時間ぐらいじゃないの？ 12 時に出るって言ったからもうそろそろ着くでしょ。もうそろそろ到着だ。まあでも3時からだからね、企画は。ありがとう、すちこさん。後で返信します、放送外の時。働くって奴隷ってことできました。俺は、働くことは実は尊いことだって思ってるんですよ。だけど、現代社会の日本において、これは奴隷業だと思うのね。多くの人が。だからこれは異を唱えないといけないと思ってるっていう感じですね、やすさん。なんか最低でも時給1500円ぐらい上げないと、末端労働者がかわいそうっていうのが俺の感覚。で、みんなはどう思うって感じ。車ポンコツになったらしいけど途中で止まらんよな。止まったら止まったら面白いよね。そしたら鮫島さんの中でやるよ。使われて働くのが奴隷だろ？そう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 。うん。だってさ、働いてて年間何万人も自殺をしてる人がいるっていうのは俺は変だなと思うんだよね。あくまで俺の一個人の考え方よ。それは。だってさ、結婚もできないよ。子供も育てらんないよ。こんなのじゃ。うん。どんどん格差が広がってて。なんか一番辛い仕事をしてるのが現場の人で、一番安い給料が現場っていうのはね、ちょっとね。まあね、だから俺は自営業やってるんだけど。うつも多いしね。俺もだからそれはね、一理あると思ってる。それが嫌なら自営業やればいい。だからね、どんどん副業すればいいんだよ、みんな。うん、副業推進派です、僕は。副業して、収入、プラスアルファの収入持ってるだけで、だいぶ生活変わるから。俺も副業、FX とか株とかでもいいし、投資でも、ネットワークビジネスでもいいし、ホームページ制作でも何でもいい。それは同感。それは同感。ただ、俺が嫌なのは、なんつうの、自分が奴隷だからって言って、他の人を蔑んだりとか、努力しないのとか、会社側に訴えない方が悪いと思ってて、なんか、もっとなんだ、労働改善する運動とか起こせばいいのにって思ってんの。ワン太郎だ。もしもーし。お疲れ様です。お疲れ、ワン太郎。うん、久しぶり。お久しぶりです。にゃん太郎今どこいんの？ワン太郎だよ。え？ワン太郎だよ。え、にゃん太郎さんだよね。ワン太郎だよ。あ、ワン太郎か。ごめんごめん。いやいやいや、そんなことより、今日、鮫島さんと企画やるらしいですね。やるやる。うん、さっき青山に誘われて、うん。青山が、大丈夫やから来いって言われたんですけど、ちょっと参加させてもらってもいいですかね。俺っていうか、まあ、社長の権限だから、それは。鮫島企画だから、これは。俺、わかりました。鮫島のタレントだから、鮫島企画の。俺は。そうだったんですね。だから、そこは、鮫島企画の社員だから、はい、テレチャンピオンは。一旦、じゃあ、ちょっと、直接、鮫島企画さんの方に、うん。会って、そうだよ。だから来ちゃえばいいんだよ。はい、来て。とりあえず今向かってるんで。うん。来てさ、はい、来てから考えて、で、ちょっと新人なんですけど、ちょっと鮫島企画興味あるんでって言えばいいじゃん。はい。うん。そうする予定なんで、ちょっと。オッケーオッケー。そしたら俺も、はい、俺も鮫島さん紹介するから。ありがとうございます。会ったことあんの？鮫島にいいやん。そうです。ロハコさんに怒られて以来一回も会ってないです。ああ、そっかそっか。じゃあ謝った方がいいね。はい、件についてはね。わかりました。うん。了解です。はい、失礼します。どれくらいで来んの？あと、ちょっと待って、あとどれくらいですかね。あと20分ぐらいですね。あ、わかったわかった。はい。はいよー。はい、失礼します。いっすー。はい。みんな来たがりだな。みんな鮫島企画大好きだな。こうやってさ、慕われてるとみんな集まってくんだよ。俺もっつって。日本ってそもそも個人主義の国じゃないから、お、いいとこつくね、株にと。組織に属してないと不安な人が多い。もともと農耕民族だから、日本人の多くのこれは民族性なんだけど、要はね、右向け右。要は、逆らうやつは村八分。これ本能なんだよ、コミュニティの。農業の生産力を上げるのって、今日本人って 99% 農民だったわけだ。それって同じ作業を、同じことを足並み揃えて淡々とやる方が生産性上がるんですよ。そう。だからね、実はね、日本が、農業大国だった、農耕民族だったっていうところがでかいんだよね。うん。うん。働いてますか？奴隷。働いてるから奴隷。気持ちの問題だと思ってるかな、カルシウム。要は、やりがいを見出してたりとか、そこに生きがいを見出してたら奴隷じゃないんだよ。そう、自ら進んでやってたら、不平不満がなかったら、不平不満があった時改善する力があったら。うん。99% っていうのは語弊があるかもしれないけど、99% 農民じゃないの？まあ、少なくとも9割ぐらい。ワン太郎来たいって。そう、だから、人と違ったことをやると叩かれるっていうのは、俺は農耕民族だったっていうのがでかいと思ってる。うん、ねえ、スキルアップしていくのは全然ありだよね。ちょっと極端なタイトルを入れたけどね、俺は。ちょっと極端なタイトルを入れたけど。だから心の持ちようなんだけど、でも、例えば東京都内で時給1000円で働いてて大満足だって、俺の人生幸せだって言ってる奴が少ないのは現実じゃん。だからそれをなんで生活保護の人を叩いたりとかじゃなくて、自分たちの生活をもっと上げようって考えないのかっていうところに疑問がある。うん。趣味も仕事も言えるくらいやりがいある。じゃあ奴隷じゃないよ。うん。じゃあ奴隷じゃない。俺がしたいのは、意識改革ね。下とかに文句言っても変わらないよっていう。そうじゃなくて、一緒に運動してこうよっていう。時給上げようよっていう。だって俺、東京都内で時給1500円あったら普通に働くもん。で、それは不可能じゃないと思ってる。うん。派遣とかアルバイトとかだよね。でも派遣とかアルバイトでも、その自分のやりたいことに直結してる人は俺はありだと思ってるよ。そう、市民運動が起こらないのって民主主義じゃないから。うん。下働きしないと働く側の気持ちもわからないし、経験することも必要でしょう。その通り。うん、自分の頭で考える習慣を子供の頃から教育されてると違うだろうな。そう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 。要は、暗記なんだよ。日本って。日本のペーパーテストは全部暗記だから。価値観や周りの仲間で意識変わるんだね。そうだろうね。だから俺はこういう放送で、なんだろう、自己啓発じゃないけどさ、啓蒙活動をやることでちょっとは変わるんじゃないかなと思ってる。俺だから全然自分の働きと見合ってなかったら職場に言うもん。時給上げてって。もう時給上げてって言ったらね、面白いんだよ。時給上げてもらえるんだよ。みんな言わないだけなんだよ。うん。これね、結構ミソなんだよ。時給上げてくださいって。言うと上がるよ。うん。言わないと上がらないだけ。そもそも日本の教育で労働者になることしか教えてない。日本の教育は意外と上がるんだよ。そうそうそう。じゃあ30円来月から上げるよとか。確かにお前半年働いてるもんなって。新人と一緒じゃないよなとか。同僚みんなイケ沼ばっかり。俺ね、派遣の社員もやったことあるし、派遣で働いたこともあるの。で、派遣の現場から社員になったことがあるんだけど、言いたいことはわかる。だからね、実はね、自分次第で人生って変わるんだよ。社会システムを変えようとすると大きなことになるかもしれないけど、ここにいるリスナーさん一人一人が、なんかいい働き方したら俺は嬉しいなと思ってるから。うん。中小が潰れるって言ってるけど、なんかね、日本が不思議なのは、無双さんね、労働者の側が言うんだよ。労働者は労働者の自分のことを考えればいいのに、労働者が自分が貧しい思いしてる人たちが率先して、いや、そんなことやったら中小企業潰れちゃうよっていうの。潰れればいいんだよ、ブラックな企業なんか。そう思わない？だからそれをなあなあにしてるから社会が変わらないんだよ。アメリカ人とか野球選手がデモを起こして試合出なかったりするのは俺かっこいいと思うけど。そうなんだよ。嫌な仕事は断ってやらなくて済んだりするんだよ。そうそうそう。池沼に啓蒙しても無駄だと思うじゃん。俺はね、そこは諦めだと思ってて、気づく人は気づくんだよ。実は。100人に1人でもいいし、1000人に1人でもいいの。言わなきゃ誰も変わんないし、シェアすることによって、誰か1人の人生でも変わったらいいんだよ。だって多くの人はほっといても変わんないんだもん。たった1人気づいたりするのね。和道の言ってることで人生変わったわって結構メール来るんだよ。これマジだ。絶対さ、絶対さ、嘘だって思うかもしんないけど、俺が生活保護抜けたから私も抜けましたってメール4通ぐらい来てるの。和道の生活を見てて私生活保護から抜け出せましたとか、私働き始めましたっていう人本当にいっぱいいるんだよ。だから俺はその人たちがすごい感謝してくれてるから言っててよかったなと思って。うん。だから、それでいいと思ってる。99% とか、社会システムみたいなものは変えることはできないけど、一人の人生の気づきは与えることができるっていうのを俺は分かってるから。うん、まあまあ、まあまあまあ。でもほら、俺が言わなくていい理由にはならないじゃん。俺は思ったことを言うのが仕事だからさ。うん、そうそうそう、誰か一人が気づいてくれたらいいと思ってて。別に共産党がやってるからお前が言う必要ないじゃんっていうことはないと思ってるから。うん。うん。俺がやりたいと思ってて、このリスナーさんの中で誰か豊かになったらいいなと思ってるだけだから。うん、それでいいじゃん。日本はね、すごい豊かな国なんだよ。逆に言ったら、その、物質的に言ったら世界でトップレベルに豊かなんだよ。もうね、考え方とか思想とか心が追いついてないだけだと思うよ。俺は別に共産主義じゃないよ。うん。俺は全然共産主義ではない。経済的に言ったらリベラルなんじゃないかな。うん。共産主義には俺限界があると思ってるから。うん。ていうか、日本人はもともと、その社会主義は向いてると思うよ。もともと社会主義的な国だと思ってる。働きすぎだね、世界的に見て。うん。ていうかね、日本人って道が好きなんだよ。働くことと生きることをリンクさせるっていうのが得意なのね。だからお茶をただ作るだけでも道に変えて生き方に変えちゃうの。武道とかもそうな。道って生き方って意味だから。うん。うん。マヨネーズ、うん、マヨネーズね、うん、あ、ここ連投禁止です。連投禁止です。荒らしやめてください。連投は禁止です。もしもーし。あ、もし、あ、どうもお世話になってます。鮫島企画の鮫島です。社長、お疲れ様です。あと10分ぐらいで、多分お付きしますので、はい。まあ、とりあえず、まあ、用意とか、まあ、しといてください。10分ぐらいで了解です。今ですね、今、甲州街道の、うん。なんだろう、ここは。じゃあ、幡ヶ谷。幡ヶ谷の方ですね。了解です。ですね、多分。じゃあ、住所。てるチャンピオンはもう来てるんですか？まだ来てないです。あ、本当ですか？うん。あ、鮫島さん、はい、住所送ったところ、大通りで車止められる場所なんですよ。はいはいはい。だからその辺に着いたら、僕そこに立ってますんで、その辺で、集合で。お願いします。はい。霊能者はどうなんですかね？霊能者の方。ごめんなさい、連絡つかなかったですね。あ、了解しました。はい。寝ちゃってるかもわかんないですね、薬飲んで。そうっすね。まあ、しょうがないですね。急遽の企画なんで、まあ、今回は。ういっす。まあね。じゃあ、準備するんで。はい。あ、了解しました。ういっす。お疲れ様でーす。早いよ、切るの。切るの雑だよ。連投禁止です。俺、自枠開くよ。自枠でやるよ。まあ、他の人も枠開くと思うけど。よっしゃ、行こうか。プロテイン飲んだし。おー、段ボール久しぶり。今から心霊配信やるよ。超怖い企画やるよ。プロテインは俺は飲みやすいの飲んでるかな。メーカーによるよ。これは結構おすすめ。あ、これじゃない。これじゃないんだけど、アミノ酸に分解してあるやつは飲みやすいよ。じゃあ、ちょっと準備するんで待っててください。どうもこんばんは。今から鮫島さんと企画やります。どうもこんばんは。みんな見てる？じゃあ出席確認します。手挙げてください。今見てる人手挙げ。あ、ロハコさん、今から企画やらない？ロハコさん、心霊スポット行くけど一緒にどう？電話したけど出なかったから。ロハコさん、迎えに行くよ。来る？どうロハコさん。こんにちは。みんないらっしゃい。楽しんでってね。じゃあ、迎えに行くわ。なんか、霊能力者が必要な企画だから、今回。じゃあ、携帯灰皿も持ってきます。携帯灰皿と。ロコさん、フットワーク軽いよ。トイレ行ってた。もう1時間前だけど、電話したの。どこの心霊スポット行くのかちょっとわかんないけど。爪切りと、なんだっけ必要なもの。爪切り、針、ぬいぐるみ、爪切り、針、ぬいぐるみ。カッターナイフ持ってないな。あと、懐中電灯。懐中電灯。あれ、懐中電灯どこやったっけな。塩水か。塩水はなんか買えばいいんだよ。塩水。塩水か。意外とめんどくせえな。米か。米。めんどくせえ。米。ぬいぐるみ、米、針は持ってる。糸と、刃物はカッターナイフ買えばいいよね。ちょっと用意してくる。一人かくれんぼだよ。もしもし。案内合ってますよ。銭湯が見えません？あ、そこで待っててください。今ちょっとお米とか袋に入れてくんで、ちょっと5分ぐらい待っててください。はいはいはい、そこでいいです。暗黒米でいいかな。3年前にもらった暗黒米でもいい。暗黒米。暗黒生放送のお米、真っ黒のお米があるんだけど、暗黒米でいいかな。暗黒米でいこう。あとは、塩水。塩水。塩水？塩水ってなんだよ。塩水いらないでしょ。塩水いらないよね。これでいくわ。ペニーさん、アイテムありがとう。今から、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。